さあというわけでオートサロン初日の今夜6時ぐらい、あと1時間ぐらいで終わるんですけれども、まあ、初日せっかくなんで、まあ、展示してある車担当者に紹介してもらいたいと思います。さあというわけで、はい、まだ初日終わってないんで外が騒がしいですけれども、はい、担当の内山店長に出展車両を紹介してもらいたいと思います、はい、よろしくお願いします。うっち、今回展示担当させてもらった車は、はい、まずカリーナンですね。これからいきましょうか、はい、こちらですね。つい最近 PV も撮らせていただいた、はい、あのクリスマス仕様のねほっこりした動画を今この違うポケットちゃんとね分かる人には分かる分かる人には分かる、はい、こちらの方、はい、まあ、制作自体は去年一昨年になるんですかね。それを今回ホイールリニューアルということで、はい、これホイールを紹介してもらっていいですか。はい、こちら新しく取り扱いを始めた AG ホイールですね。これは、はい、うっち発信、これはやっぱり最初は僕らの方で AG をプロモーションしていきたいと、で車の貸し出しを協力してもらえませんかっていう話をしてたら、いやもう全然快くお貸し出ししていただけるってことで、ただ、まあ、せっかくなんでホイールを変えるってことになって、今回お客様が選んだホイールなんですよ。なるほど、はい、だから僕はなんかやっぱりちょっとこういうちょっと奇抜なデザインを入れたくて、だけどやっぱりちょっと控えめに案内してたんですけど、お客様の方からこのホイールがいいんじゃないかと、せっかくやんだ、これやばいね、はい、ディッシュのホイール、はい、もうつけるときどこを持てばいいのか分からない大変これが24インチ、24インチです、はい、で外装はもう一昨年作らせていただいた、はい、フルマンソリーですね。フルマンソリーの外装ということで、はい、これ展示させていただいてます、はい、もうめちゃくちゃこれも写真撮られてて、そうですね、はい、そしてあとはこちら手前、はい、こちらですね、やってまいりました、カウンタックです。世界初公開ホイールということで、はい、これがなんとアナーキーの新作、はい、新作です、S2X0 っていう新しい新作のモデルになってます。でこれがオートサロン初日に合わせて、はい、公開されるという、公開されたホイールということで、はい、まあ、一応デザインのベースは、まあ、多分カウンタックのこう純正ホイールをオマージュしたようなデザインなので、まあ、似合わないわけないですよね。これがもうボディカラーとかホイールがまあ純正、パッと見純正感な感じもそうですねありつつ、はい、でももうボディカラーがやっぱりこのマジョーラなんで、もう色はもうこれしかないですよね。確かに、はい、他の選択肢ないから、ね、ないですないです。黒にしたりシルバーにしたりはもう似合わないから、はい、なんでやっぱり今回もゴールドポリッシュで、確かに、はい、ちょっと納期的に不安な部分があったんですけどポリッシュでもちゃんと間に合わせてくれました。確かに、そりゃそうですよ、だってカウンタックにホイールつけるですからね。これはね確かに、はい、もう普通の色入れたらボディに負けちゃう。そうですね。でなんか最初はなんかその本国から CG みたいなので送られてきたんですけど、実物の方がもっとやっぱり立体的に見えてやっぱかっこいいですよね。確かに、結構こんなに動きがあるデザインだと思わなかったんで、この動きというか曲線が、そう曲線がやっぱりすごい、今までのアナーキーにもなかった、はい、ないですね、はい、これはもう角に止まってて割と身近で、はい、もう間近で見れるんで、ぜひぜひ皆さん見てみてください、はい、車もこれすごいんだよね。すごいです。ボディカラーがオプションで700万800万円、なんかそれぐらいするっすよ。でカーボンパッケージが、はい、オーナーさんに教えてもらいましたけど1100万円でなんかハンドルをあの仕様にするのに140万円ぐらいかかってる。140万らしいよ1万ユーロ、やばい、これめちゃくちゃ写真今回撮られてましたね。すごいっすね、やっぱカウンタックはやっぱり。そしてうちといえばもう1台、はい、こちらですね、ご覧ください。このもうでかすぎてボンドのブースの真ん中にしか止められないというこのカメラの画角にももう入らないです。はい、こちら、はい、ファントムロング、ファントムロングです。フルマンソリーということで、はい、これもね、いろんな来場した方お話しさせてもらいましたけど、はい、でかすぎますっていうだってもうほぼ6メーターですからね。これすごいよね、はい、もう本当真ん中にしか置けません。でこれも本当にフルマンソリーなんで、はい、バンパーもホイールもサイドスカートも、はい、もうフェンダーも変わってますからね。そうか、フェンダーも全部変わってるということで、はい、でちゃんとコーチラインも純正を再現して、もう全部同じように、はい、でマンソリー、これファントムってそんなにこう激しいデザインじゃないんだよね。シンプルめなデザインです。だからもうフェンダーなんか言わなかったら変わってるの分かんないぐらい、そのぐらいのニュアンスで、激しいデザインじゃないとはいえこの顔つきは
かなりいかついですよ。そしてホイールはもうなんかマンスリーの24インチ、はい、そうですね、FS23 はい、もうなんかね24がしっくりきてるというだってカリナンとタイヤサイズが一緒だから。確かに、はい、だって背丈もなんかちょっとねカリナンより少し低いぐらい。確かに。もうセダンなのか SUV なのかわからないぐらいのサイズ、はい、ほぼほぼ SUV。この3台が東京店で担当させていただいた車ということで、ぜひぜひ皆さん会場で見てみてください、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ続いて車を紹介してくれるのは葛飾店の横山店長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。横山さんが今回担当した車はこちらの SVJ、はい、オードスターということで。そうですね。これもやばいですね。まず車が今やばいんですよね。そうですね。だって、はい、億円、億円です。しかもこれカブリオ、あのロードスターやから、はい、もっと高い。やばこれをいじるってあんまりないっすよね。そうす、結構いじってるんで、ここまでいじってるのは少ないんじゃないかな。まあ、大阪店とかでも SVJ ロードスターカスタマイズご紹介させていただいたりとかありますけど、まあ、台数も少ないし、もう金額も今プレネですごいじゃないですか。そうですね。それを大胆に今回なんとホイールこちらです。はい、ベロスのなんとメッシュのホイール、はい、VH02 って。これちょっと前に水色のマイセンブルーって知ってますよ、はあ、GT3 かな、はあ、海外で作ったショップがあって、それでめちゃくちゃ話題になったホイールなんですでそれとちょっとまあ仕様は違うんですけれども、はあ、同じメッシュのホイールということで。そうですね。これはやばい。なかなか SVJ でこのメッシュのホイール前後で、はあ、でこれはどういう風になってるんですか。これは3ピース、はい。で面白いのは立ち上がりが結構奥なんですよね。そうなんですよね、はい、3ピースの合わせ部はもうはるかこっちの中ということで、はい、でディスクが手前に出てるんですよね。そうです。でリムを稼ぐみたいな。だからリムがこう平らに見えるけど実はすごいリムが結構あるっていう、はい、でこれディスクはなんかこうガンメタ系の。そうですね、あのブラックなんですけどちょっと薄いかなっていう。そうですよね、はい、金属感が透けてる、はい、これちょっとこう SVJ どころかアベンタでこれをはめてるってあんまりないと思うんですよ。そうですね、これだからなかなかいないかなって。あの外国人の人とかも、はい、今日来て写真めっちゃ撮ってました。これすごい。これをそして当然センターロックですけれどもそれに合わせて作ってあると、はい、そうですね。これはなかなか強烈ですね、はい。そして前は、まあ、よりフラットになる感じ。そうですね、こっちも。ただこっちはそこまでリム稼げないので。いやでもこれ横からのインパクト半端ないですよすごい。今までアベンダって割とこうトゲトゲしたホイールというか。そうですね、スポーク系がやっぱ多いんですけど今回はメッシュ系で。けども去年出た確か新しい。そうですね、ただまあ履いてたんが年末に F8 かな、F8 に1回入って出してたんですけど、でもそれもホームページにも載ってなかったんで。そうなんですね、まだ載ってないんですよね、はい、なんで、まあ、この組み合わせはもう世界的に見てもかなり珍しいんじゃないかな、はい。で搬入の時もご紹介させていただいてますけど、電子エクスティのボンネットと、はい、このルースコープちょんまげもついてると。ちょんまげ、はい、そうですこれもインパクトすごいですよね、はい。これあの SVJ 乗ってるお客様これどうなってんのって言ってましたでもちゃんと風が入って。そうですよね、はい、ちゃんとエンジンの機能するなんちゃってじゃなくて、はい、ここからエンジンルームに風が導けるようになってる。はい、なってます。これを担当させていただきましたということで、はい、仕様については横山店長にご相談ください。そうですね、来てください。ありがとうございます。ありがとうございます。さあそして大阪店製作の車が今回3台出展されてるんでご紹介させていただこうかと思ったんですけど、岡くん、あの帰りの時間があるんで撤収しちゃったんで僕ソロで紹介したいと思います。これあの搬入の時も紹介させていただいてるんですけれども RS6 フルマンソリーで、こっちは動画撮らせていただいたのと同じこのリングがついてて、反対側は今回リニューアルしてこんな感じでナルドグレーと同じ色のこのリングに変えてあると。でこれポケットがついてるんで、これ SEMA で発表されたやつですね。エアーがちゃんと取り込めて冷却効果があるらしいです。まあ、リング変えるだけでこんなにイメージが変わると。で今回の車はセンターキャップも変わってるんで、まあ、この辺が遊べるのがかなりいいところかなと。これもまあ目立ってましたね。そして
大阪店から出店の車は他にもありまして、これも搬入でご紹介させていただいたローマ、これもむちゃくちゃ写真撮られてたし、やっぱりこのローマの激変ぶりすごいっすねって結構コメントいただきました。これも今日めちゃくちゃ目立ってたかなと。でウイングなんかこう穴が開いて向こう側が見れるという、ちょっと空力的にどうなのかは分からないです。そしてホイールもマンソリーで、スペーサーを結局入れなかったのかな、あ、入ってないですね。なんでそのまんまですけれども、こんな感じで、で大型のサイドスカートに、今回の車はボンネットもやってあるんで、こんな感じでツートンになってる。でバンパーもご覧ください、この造形です。そしてこちらのゴーストもブラバス、これもご紹介させていただきましたね。で今回ブラバスなんと2台展示ということで、まさかのこの2台のコラボ、ブラバス体感とブラバスゴーストということで、これもめちゃくちゃ目立ってたんじゃないでしょうか。でこっちに関してはもうメルセデス純正のマットのこのブラックに近い、多分これ結構会場で見てラッピングって分かんなかった方も多いんじゃなかろうかと思います。こっちもこんな感じで、でちなみに岡君はこれ出面がやっぱりチューナーいまいちだっていうんで、あの今日ブラバスの担当者にもっと出せるスペーサー開発してくれって言って考えるって言ってたんで、もしかしたら今後もうちょっと外に出るセッティングもできるかもしれないということで、こんな感じでホイールもたくさん展示させていただきました。というわけで、まあ、初日担当者に展示車両の紹介してもらいました。 SNS のフォロー、ボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。Just take a breath and take